金鉄デリカフーズ本社金鉄デリカフーズ株式会社は兵庫県神戸市東灘区に本社を置くかまぼこやちくわなどの魚肉練り製品を製造販売する日本の食品メーカー水産加工品業者であるブランドステートメントは美味しさ心と体に創業者の村上哲夫が1926年に兵庫県西宮市で電製品の製造を始める まもなくして、第二次世界大戦の開戦により、1944年には、戦時企業統制令の発令で、同社を中心に数社の同業者を統合し、神戸かまぼこ株式会社に改名。社長に就任するとともに、戦後になって、同業者が合同の状態で、再び企業名を兼ねてつ、かまぼこ株式会社に改名。また本社及び工場を、西宮市から、 神戸市兵庫区新名町に移転する。社名及び商標の由来は村上哲夫の名前の哲と哲夫の妻の名前のよから取ったもので名の部分を同じ名行に属するねとして金哲とした。1951年に誕生したマスコットキャラクター哲ちゃんの登場並びに CM ソング哲ちゃんの宴中京から西日本では 一躍その名が知れ渡るとともに、地元、関西では、有名企業の一つとして知名度を高めるが、静岡県から東では、同業作用手の気分を筆頭に、他にも小田原市に本社を置く、鈴廣や、鹿児島など、競合他社が多数しのぎを削っていたこともあり、今一つの知名度に甘んじていた。しかし1982年に、当時同社の常務だった、村上健が、 コピーライターの中島もとト田高校の同級生であった縁から宝島市場で2ページの新聞記事もどきの広告、啓蒙かまぼこ新聞の連載を開始する。かまぼこなどのネディ製品に興味を持たない読者に対し、あの手この手の奇種規を凝らした内容が話題となる。共に、これに乗じて関東地方を中心とする東日本への営業展開を開始。 関西で有名企業だった同社の名前が、ついに全国区の知名度を得ることになる。ただ、啓蒙かまぼこ新聞は、編集方針そのものがかなりいい加減であったため、読者に対し企業側の思惑とは、かけ離れたイメージを与えることも少なくなく、時には批判の声が上がることもあった。1998年1月29日に取引、先の経営破綻の影響を受け、 神戸地方裁判所に和議を申請したが、取引先等の支援を受け自主債権の道を選ぶ。その後業績は持ち直し、関西を代表する練り製品メーカーとして、近年では伊藤ハムと業務提携を締結した。なお、兵庫県伊丹市に本社がある水産加工品メーカー、伊丹金鉄食品とは兼ねて、津という野号のつながりから関係を取り沙汰されることも多いが、 資本、人材面において関連は一切ない。キャッチコピーは何かが違う専門店の味。当社の看板商品の一つである練り物は食用油で揚げたものが中心であるが、近年は健康志向を考えて油で揚げないノンオイルの練り物も発売している。金鉄デリカフーズ本社内の鉄ちゃん工房前日の通り関西では非常に有名な企業であり、 かつては、関東地区でも CM が放送されていたことから、一定の知名度があった。また、てっちゃんのキャラクターと、同様、かわいい魚屋さんを思わせる、軽快な CM ソング、てっちゃんの歌は、人気を呼び、同社の知名度像に拍車をかけた。地元関西の朝日放送では1970年から1980年代に、かけて、平日18時台の帯番組、二角と遊ぼう。 てっちゃんの天気予報のスポンサーを務めていたことでも知られる頃に天気予報はタイム6に内包される。ちなみにてっちゃんのモデルは当社二代目社長の幼少時代をモチーフにしたと言われる。またテレビ朝日で放送されていたアニメ忍者ハットリくんのスポンサーを務めていた。そのため登場キャラのシシマルは金鉄のちくわが好物という設定となっており実際に 服部くんのキャラクターを CM に起用していた。現社名に変更された1985年から数年間、関東でもテレビ、東京系列の水曜夜の天気予報のスポンサーとなり、海外の海の映像と当時の CM ソングをバックに天気予報をテロップで流していた。さらに画面下には、同社のシンボルマークが常時表示されていたほか、 女優のつみきみほをキャラクターに起用した CM があった。また、年末年始は毎日放送や朝日放送など、関西ローカルの放送局、中部日本放送や名古屋テレビ放送といった中京ローカルの放送局でおせち料理の需要を目的とした CM を放送している。ありがとうございます。